オーストリア国立銀行は、オーストリアの中央銀行、欧州中央銀行規定、国立銀行法などにより、欧州中央銀行制度に加わり、また、欧州中央銀行の参加に置かれている。オーストリアの中央銀行は、1816年に、財政の支援と通貨制度の統制を目的に、オーストリア初の通貨発行銀行として設立された。 オーストリア国立特別銀行まで遡ることができる。また同行は紙幣発行の独占権を得ていた。この時初代総裁には共同設立者であるベルンハルトフォニエスケレスが就任した。1841年に特許を更新し、国債を担保に通貨を発行しようとする各州の株主の影響力を抑えた。1848年革命の時、 立憲主義者は同行の有力者から支持を得ていた。ここからおよそ一世紀、ロスチャイルド家がウィーンで金融政策を主導した。革命で銀貨への投機が起こった。ウィン家のザロモンは財政が再建されるまで中央銀行の全主要取引に関わった。この過程でフランス資本が流入した。 広島戦争に対する反動として1867年12月24日、ラテン通貨同盟に部分的参加。その後は薄暗い日を受けて1878年に中央銀行もオーストリア・ハンガリー銀行へ解消した。長い議論を経て、1892年から1900年にかけて金本位制を採用していった。第一次世界大戦では中央銀行が 戦費の4割を供給した。戦後のインフレは、イタリア、フランス、チコスロバキアの援助が和らげた。1920年に、ハンガリー王国が独立したので、1923年に、中央銀行は、オーストリア国立銀行となった。世界強行期、1931年5月8日から15日の1週間で、金、外国か この時にクレディタンシュタルとモロとも破綻し、国際決済銀行に信用供与を求めた。フランスはこれに対して、自国の信用供与の条件として、独王関税同盟の破棄を要求し、両政府はその破棄を宣言した。1933年ベルグルで流通していた自由貨幣を裁判によって禁止、完全雇用に近かったベルグルは30%近い失業率を記録した。 1938年のアンシュルスによってオーストリアがナチスドイツに併合されるとオーストリア国立銀行もドイツのライヒスバンクに吸収された。第二次世界大戦後のオーストリアの独立回復と共に国立銀行も再建された。1947年に西ドイツ同様の通貨改革を断行した。1952年デフレ政策。 1955年に降社化。欧州自由貿易連合加盟後は、冷戦の影響で、特段自立的な経済政策を取ることができなかった。1979年8月30日、本館の大部分を火災で損傷。翌月から、東ドイツ人が西ドイツへ亡命する事件が、頻発した。1995年欧州連合に加盟。 1998年欧州中央銀行制度に参加。翌年ユーロ導入。ブレゲンツにある支店オーストリア国立銀行は独特の性質を持つ株式会社で、ローマ条約や欧州中央銀行規定が特に定めていない範囲に限って会社法の規定が適用される。もともとオーストリア国立銀行の株式はオーストリア。 共和国政府がその半数を利害関係を持つ銀行や保険会社が残りを保有していた。ところが株式を保有していたボバク PSK が不祥事を起こし、ボバク PSK 及びその筆頭株主のオーストリア労働組合連盟が保有率を引き下げた結果、政府は70.2%を保有するようになった。オーストリア国立銀行の機関には株主総会、管理会役員会がある。 株主総会、編集株主は、毎回経年度の最初の4ヶ月の間に管理会の決議で開かれる株主総会でその権利を行使する。株主総会は、以下のような役割を持つ。管理会、編集管理会は、欧州中央銀行制度と関連しない分野の業務を管理することが使命である。そのため、管理会は、一般の株式会社における取締役会に、 相当する。管理会は14人で構成されており、その内訳は、議長、副議長、連邦政府が指名した6人、株主総会で選出された6名で、任期は5年である。管理会の主な任務には以下のようなものが挙げられる。役員会、編集役員会は、オーストリア国立銀行の業務を統括する機関である。 欧州中央銀行制度の目的を追求するため、役員会は欧州中央銀行の指示に拘束される。役員会は、総裁、副総裁と二人の役員で構成される。四人の役員は、連邦政府の助言を受けて、連邦大統領が指名し、また株主総会でも提案されて任命される。役員の任期は5年である。欧州中央銀行の政策理事会。 一般理事会を構成する立場としては、オーストリア国立銀行総裁は完全に独立していることとされている。オーストリア国立銀行が欧州中央銀行制度に組み込まれたことにより、中央銀行としての多くの機能は欧州中央銀行に移管された。とりわけ、欧州中央銀行制度の枠組みにおける金融政策協力において、オーストリア中央銀行の任務は、 物価安定の維持が主要な目的となっている。その他以下のことが任務として挙げられる。この他オーストリア国立銀行は法令で受験された金融関連業務を実施している。ありがとうございます。